これ何なの？ウプ主のパソコンに前から入っていたゲーム。おう。世界一意味がわからないと言っても過言ではないレベルで意味がわからないから、気をつけてね。おう。さあ、謎のゲームの始まりだよ。おう。これは、指か？多分、完全に初見だから、ほんと怖い。そろそろ手が出てきてもいいんだけど、不気味すぎるね。マジで意味が不明すぎる。いや、お前誰だよ。コンセントくんだね。よく見ると頭の上のところに差し込むやつがついてるもん。ちなみにこの子がこのゲームの主役だよ。それは素晴らしいゲームになりそうだ。お、また出てきたな。だって主役だからね。こいつら仲間か。押してみるよ。なんか、順々に押し合ってるな。これは、小学校でよくやる伝言ゲームみたいな遊びだね。とっても楽しそう。マリサも混じりたがってるし。いや、ここに平然と混ざれたら確実にヤバいやつ。いやー、とってもシュール。誰？マジで意味不明に意味不明を重ねてきてるな。もはや安らぎのゲーム。そして、こいつらは一体何なのか。軽く引っ張れるみたいだな。確かに。でもすっごく遅い。凄まじくテンポ悪いゲームみたいだな。こいつらは、くっつくのかな？きっとくっつくんでしょうね。これはまるでゴキブリホイホイ。画面くらいだけでゴキブリ扱いはさすがにモラルの欠如。戻った。あいつらほんとなんだったんだか。いや。急に仲間割れすんなよ。まさか、いきなり喧嘩が始まるなんて。ってこれは、全員ぶん殴るのか？また場面チェンジだ。とりあえず、ボタンを押してみよう。戻った。みんな殴られちゃったな。かわいそうに、このカーソルがボタンを押さなきゃこんな事態には陥らなかったのに。よくオペレート側がそのセリフ言えたな。さて、からのー。またスイッチだ。何も発生しないな。あれれ、まだゲームは続くと思うんだけど。でも何も起きないぜ。なんかコンセントがやってきた。これを、どうにかすればいいんだね。あ、外れた。差し込んでみましょう。このちょっとしたカットにめちゃくちゃ時間かかったよな。おっと今度はダブルスケッチ。それを言うならスイッチな。またこいつか。まあ主役ですから。おっと？それへこむんかい。まさかすぎたぜ。コンセントの存在意義を自ら消し去ってしまうとはすごい。さて、今度はどうなる？え、いやそれはまさか。なんでこんなことに。ああ最悪だ、まさかこのゲームでモザイク編集入れるなんて夢にも思わなかった。そしてコインがなぜか出てきたぜ。もうわけわかめ、ミネラルの取りすぎで電気回転ってか。いや唐突のノリツッコミはさすがに困る。コインを投げ捨てると、主人公の人がついてきます。お金に何らかの執着心があるみたいです。自分で排出したコインなんだけどな。これも投げるよ。今度は暗い場面に転換しましたね。ああ、チャップリンを彷彿とさせる素晴らしいゲームだぜ。さすがにそれはチャップリンに失礼すぎるけどね。また場面が明るくなりました。おっと、動きが変わった。いや、それ差し込むんかい。抜いてみよう。新しいのも来たぜ。じゃあ入れ替えだね。逆側が正解だったかな？確かにこっちじゃないっぽいな。おっと、また追加で召集されました。そしてまたこいつか。あれ？なんか出てきたよ。いや喋るんかーい。